どうも、エルザです。それでは、セレステやっていきましょう。今回は新しいですね、チャプター5ということで、鏡の神殿行きましょう。パッと見、山の感じは、中腹ぐらいかな。知ってた？登山中の事故の大半は疲労が原因なんだ。こまめに休憩しよう。そうだね。あの風の強さはちょっと尋常じゃなかったけどな。おお、ちょっと見てよこれ。よし、早速探検だ。神殿か。待って、中はすごく暗そうだよ。探検っていうより恐怖体験になりそう。ささっと覗いてパパッと写真を撮るだけ。これは相当フリーな。まあ確かにね。せよ待って、インスタピックスにアップしたらいいねが止まんなくなるぞ。写真かね。悪い予感しかしないよ。さあ戻るぞ。おー、一応さっきのゴンドラだね。お、一応上に乗れる。このシャドウかなんかありそうな気がするけど、行きますか。特になし。鏡にあってるね、ほんと後ろがね。いやー、狭いなー今回のマップ。これ結構難しいんじゃね。あ、これはもう抜けれますよっていうチュートリアル的な感じだね。さあ、おう、自分がダッシュすると動くってパターンか。はあ、それは辛いな。さあ隠し、嫌な予感しかしない。赤でしょ、しかも。さあこれは鏡か。嘘、これってセオのスマホだよね。うん、ってことは大丈夫、落ち着いて。ポケットから落ちただけかもしれない。落ち合いたら返してあげよう。囚われたかなんかかな、鏡の世界に。そんな感じがしますな。そんな感じの香りがプンプンしますな。さあこれは一直線。ほう、しかも扉開けるのにスイッチ的なものがある。はあ、結構直線的か。あ、しかもダッシュだったら抜けれるって感じか。さあちょっと下をぐるっと見ていって、お、とりあえず降りてみたけど、ダッシュが欲しいです。もっとシンプルでもよかったね。さあこっち行くと、ちなみに下は下もだね。タイミングだね。うー、むずい。おで、ここは特にはこれはないと。あー、結構ぐるってしてる感じだね。トントン、おーい。意外とダッシュをした方が良さっけ。あー、取って、戻ってきた時でいいね。ほい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 と。
最後はジャンプせずにっていう感じだね。下はさっきと同じ場所か。ちょっと待ってね。あ、これもしかして、おお、すごい。うん。まさかのやったな。今のはまさかやったな。ってことは、だっけ、スイッチか。いや、普通にあれまっすぐで引っかかれるな。さあ、無事ゲッチュー。あ、しくったね。ほいほいほい。さっきのあのダッシュが速くならちょっと意外だったな。っていうか、ね、下がね、意外と進みが、はあ、何かありそうやな。それが上に行けばっていう感じか。で、一緒のところに着く。そうだね。違うな。こう。さあ、扉が開いた。下から来るのは間違いないね。上飛んで右行って、意外と意外と単純だったね。横行って上で終わり。よしよしよし。いや、逆に難しいもんね、全部使おうとした方がね。意外とでもダッシュを使うっていうのが難しいか。綺麗によく戻れたな、今が。さあさあ、粘って。やっぱ難しいか。狙い、そうか。はい、上。さあ、次、ヒーダー、シューンと。これを取ったからいいか。そしたら下が終わりだから、これで、あと上か。いちごの回収をしに来たって感じだったね。いやー、にしてもあの、中央のやつはあれ気づいてよかったな。取ってみね。あとはなんか、風だったりとかなんか、いろいろとやらしいのが増えてきたな。ここだね。ああ、鍵がどっかにあるってことか。
上へレッツゴー。なんじゃこりゃ。繋がってる感じか。はい。なんでだ、なんであんな単純なのに今ダメだったんだ。あ、86。あー危ない。こう行ってこう行ってこう、ヒュー、トンと。いいね、いい感じやね。あれ嫌だな。いちごちゃんがと、いや、あれ上に行くのか途中で。ああ、やっぱダッシュボタンだよね。ほい、そうなる。でもスイッチ、いやー下から行きてえなー。お、当たる。当たる。刺さる。あー、むずい。なんでさっき行けたんだ。ここキュー、あ、行きたいんだけどな。いやーむずいね。もうちょい手前で斜め、あー惜しい。こうなっ、あーちょっとワンテンポずらしてか。いやーむずいね。じゃいけない。あー、やっぱ正解だったね。あー、取ってなかったらいけなかったパターンが。そう、鍵は取ったけど、あの上行きたいよね。普通に行けた。降りては来れる。早いな、意外と早かったな。いちごちゃんをゲットしたい。さあゲッチュー、次。さあこれはちょっと待った。さすがにあるよね。まずは上行って左行って下行ってっていう感じかな。ぶっ刺さる。トーン、トーン、トーン。これ一気に2つ取らないとダメなパターンか。危な。しかももう一回、マジかい。最後の最後でね。やっぱ左からだね。トン、トン、トン、刺さる。最後戻るのむずいな。あそこに意外とホールインワンしないといけないっていうのがむずい。よし、ゲッチュ。
いや、苦労させやがって。普通に一発目いけてたんだけどね。トン、トイ。さあ、これで鍵が開くはず。オープンザドア。お、いるじゃん。あれ、ちょっと様子が違うね。マデリン、薄いもんね。てかマデリン、なんで鏡の中にいるの？私だってセオが鏡の中にいるんだよ。何があったの？普通に鏡に映った自分の写真を撮ろうとしただけだよ。セオアット古代神殿、これが本当の聖地巡礼って感じで。でも気がついたら床に倒れて気を失っててさ。そこはどんなところ？何か目印になりそうなものは？すごく暗くて変なとこだよ。目印は待って、何書く？これは逃げないとやばい気がする。マデリーも気をつけて。やっぱ何かいるのか。いやー、ライトもね、特になくて暗いからね。あ、後ろ、さっきからの黒い目ん玉のやつはあるんだけど、あれが出て追っかけてくるとかそういうことはないよね。さあ、あ、これはライトをまずつけて。入れるね。さあ、行ければ OK って感じか。で、こっちはまさかね、マップが暗い状態か。タイミング見て、うーわ、よしよし、いちごちゃんゲッチュー、あーれー、あーれーよ、ほんと、さあ。右上はなんかもうありそうな感じだね。そうか、こんな感じか。ここが今来たところ、ここ降りれる、うい。これで上戻れる。いやー、これマップ大変だなー。ちょっと待ってね。これはさっき行ったとこだもんね。よしよし、じゃあ右側かな。奥に進んじゃいましょう。やばそうだよね、この化け物みたいなやつはね。さあ、あっち。今ね、何か見えた。休憩ポイントか。なるほど。いや、でもあれちょっと怪しいと思ったら、うん、意味なかったね。シュッと
さあ、暗いんでね、慎重に。慎重にって言って、ガンガン落ちていくっていう。慎重とは。はい。マジで身長とは何だったのか。これは、おお、一応あったね。先に上の明かりをつけておいて、ああ特に上から降りてくる感じか、むしろ。普通に落ちただけ。ではないよね。あ、はいはい。そんな難しく考えなくていいか。ほんと難しく考えなくてよかった。まあそんなもんか。じゃあ、あの扉を開けるとまた先に進めるっていう感じだね。ほい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 。あ、ライトあった。ここ降りて、ここつけて。隠しは、なさげ。いちごのみ。全然見てなかった。ほう、よし、綺麗に決まった。さあ、鍵か、また鍵があったね。さあ、鍵が見つかって、あれはどう見ても、いや、意外とこのまっすぐって何かとつながってんじゃねえかと思ったんだけど、そんなことないか。うーわ。あ、今のは、まあでもあんな感じか。最後がしくったな。まあ、あえて壁にぶつかっても良さげなんだけど。あ、ゲッチュ。あとはここは多分、あ、やっぱここだね。やっぱ鍵はね。じゃあ戻りましょう。そしたら上に行きますか。あ、ほい、上来た。で、この状態で、やべえな。届かない。届かない。はい、はい、はい。こう言って、
初見マジで。さあ、おお、ああもうちょい上からでいいね。といいい、おやばい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 、よしで、だよね、絶対そういう感じだよね。さあ行って下行って着地、このこっちはチャイトだけ、うせやろ、ここ行かなくてよかったってこと。ほい、ダッシュで鍵ゲッチュー、さささあ鍵開けちゃいましょう。さあオープンザドア。はい、ということで、今回ここまでにしようかな。いい感じで鍵が開いたんでね。いやー、なんかこっからちょっとめんどくさいことになりそうな気はするけど、追われてるって言ったしね。なんかね、ちょっとそこは気にしながらやっていきますか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。